三幸社エンジニアリングは2008東京国際クリーニング総合展示会にてシャツを自動で畳むことができる自動畳み機 FF761 を三幸出品しました。このシステムの特徴は、半自動と比べて、初心者でもそれから体の弱い方でも初めての日から簡単にワイシャツが職人さんと同じように畳めるところです。手畳の良さを機械に取り入れるために縦に三つ折りにする工程の時に裾部分を引っ張って折るというような機構を採用しております。また自動畳み機を通す前に使用する襟の広げ装置に熱を入れたことで畳む時間を利用してきれいに仕上げることができます。また機械全体の高さや傾きをユーザーが自由に調節できます。発売は2009年2月を予定しています。 Digging for News。